これで。杭の力が消えていく。チャンスですわ。行くがよい、新たなる翼よ。結界の消滅を確認。やってくれたか。トマス教官から連絡、10分ほどで元に戻るとのこと。了解だ。翼のひらめき作戦第3段階へ、カレイジャス2突入。7組は準備をしてくれ。イエスキャプテン。静音光学迷彩を解除。カレイジャス2機関全開。予想通りだ。グロリアスの艦影を確認。結射艇も12隻確認しました。迎撃レーザー、ミサイルポッドを起動。ついでに手法を展開するがいい。迎撃レーザー、ミサイルポッドを展開。砲を展開します。ここであったが100年目、グロリアスが相手をするまでもない。前期フォーメーション G で攻撃開始。総空の木図と貸してあげたまえ。やっ、リベール組から話は聞いてたけど。それよりも来たわよ。しかも大盛りみてえだな。新規に人形。这个排场是不是很像鲁鲁修啊？どれもおそらく無人、自立行動しているようです。しかも対ミサイルジャマー、対レーザー装甲搭載型だわ。どうやら直接この艦を叩くつもりらしいな。ならば手はず通りというものだ。ああ、総員迎撃用意。
了解。お任せください。防御フィールドで援護します。不会吧，藏霸死文字吗？強行突破しつつ幻想要塞外郭の内側を通過する。イエスキャプテン。対衝撃フィールド展開だ。これが最後だ。撃って撃って撃ちまくる。エンゲージまで残り30秒。外郭内中央基部前を通過します。トールズ7組突入準備を。あ、みんなのために、世界と君たちの未来のために。かくて世界の命運は若者たちに委ねられた。ええ、ここが正念場でしょう。あの小さかったフィーがな、ちょっと泣けてくるわ。お嬢様、皆さん、きっと大丈夫さ、彼らなら。すまないクロウ、だがどうか頼んだ。ディアヌ、彼らに加護を。頑張ってね、リン君たち。ユゼちゃん、ユーナさんたちも。タイムリミットは今日いっぱいかしら。頼んだぜ、ハーメルにラベンヌを繰り返させないためにも。頑張れ、ヨハン。いや、アッシュ。なんというか、歯がゆいものですね。ああ、だが有望にリーンたちなら大丈夫だろう。私たちにとっては自慢の後輩に友人たちだものね。うん、きっと大丈夫。ああ、
この先の時代を共に乗り越えていくためにも。さて、今度こそ物語の結末は書き換えられそうかな。難しいでしょう。でもわずかな可能性はあるわ。なら大丈夫だ。リーンに7組の連中なら。ああ、もはや世界の命運をわざわざ託す必要もなかろう。駆け抜けるがいい。ワコードたちよ、時代を照らす刹那のひらめきのように。最终迷宫开始啊！希望不要太长。在这个要塞里面，起码要打四个 BOSS 吧。我数一数啊，卢法斯、王子，然后克雷亚加雷克多，加起来四个。哦，还有宰相啊，那个不用算了。啊，对，还有杰言，干什么忘了他？啊，哎，还有杰言呐、啊，靠！哎呀，哎呀，原来还有杰言呐、啊，啊，打到都忘记了，还有夏利啊，对呀、啊。啊，まさに針の穴を通すような作戦だったかな。カレージャス2は死闘を続け、悔いに向かった父上たちも遠い。ええ、没有，现在眼中只有基神。地上の父母たち、那些杂鱼我都不放在眼里。同志たちも、今この瞬間。この地にいるのは僕たち7組と彼らだけか。地上では対戦が始まり、激戦が繰り広げられているだろう。初日は様子見だが、明日になればチミドルの総力戦となるはずだ。うん、リベールとレミフェリアでは帝国軍が足止めを食らってるけど、明日以降は父さんの師団や第三師団が戦線に投入されると思う。まさにカシウスさんの見立て通り、64で帝国軍が勝利。そうなったが最後、呪いとともに帝国が大陸全土を飲み込んでいく。その果てにあるのは大いなる位置による絶対的な支配。大陸中の人間が地政と同じように黒に魂まで霊属させられる末路か。かといって千のかげろうがなれば、数百万に及ぶ犠牲者が生じる。そしてその激闘の炎によっても大いなる一は完成するでしょう。うん、そうなった場合、新たな最終戦争となるかもしれぬ。絶対存在と化した機械の神と人類全ての存亡をかけた戦いに。進むも地獄、引くも地獄ってか。いずれにせよ、私たちは今その最後の瀬戸際に立っている。でもだからどうしたって感じだね。私たちは今全員でここに立っている。はい、誰一人欠けることなく7組の全員でこの場に。お姉ちゃんにアッシュさんもこの通りちゃんと揃ってますし。ラッキーだったよね。蒸し返すんじゃねえよ、チビウサども。でも考えてみれば、全員揃うのは初めてかもしれません。暗黒竜の神女ではクロウさんはいませんでしたし。まあ言われてみればそうだな。最後にそれっぽく立ちふさがったが、なりゃ脳幹だ脳幹。たく、とんだ黒歴史っつうか。自業自得でしょ。 C の剣だってあるんだし。ああ、あれは痛かったな。なんだかんだ言って君、ああいうのが好きなんだろう。様式日って言え、様式日って。まったくもう、最後にこんな和んでいいのかしら。むしろ最後だからですよ。思いは受け取りました。
あとは前に進んでぶつけるだけです。ああ、七組という一振りの剣として刃こぼれなく彼らに届かせるのみ。ええ、きっと届かせてみせます。ヴァンダールの剣士としても、当たり前で単純な理由のためにも気候兵の状態も万全、クローさんのオルディーネ同様、どうか総国にも役立ててください。ああ、よろしく頼む。それじゃ。おっと待った、リン、今回ばかりはその役目をお前にさせるわけにはいかねえな。え、毎回毎回リンばっかり押し付けちゃってたからね。みんなで相談して決めたんだ、最後は全員で肩代わりしようって。ですから最後の号令は私たち全員にさせてください。たまには肩の力を。リエ、別自己冲、分点经验值给我们。大概是指这样子。みんなよろしく頼む。ケーキ付けにかっこいいのを頼むぞ。ハードル上げるわね。トールズ新旧7組、これより最終ミッションを開始する。待ち受けるは総国、赤に金、元凶たる黒、そしてその起動者たちですね。赤を狩るはエレボニアの皇太子セドリック・ライゼ・アルノール、金を狩るはクロスベル総督、鉄血の筆頭ルーファス・アルバレア、またの名をルーク・オブ・ジェイドだな。鉄道憲兵隊のアイス・メイデン、クレア・リーベルと憲兵少佐、騎士には乗っていませんが、あの人も待ち受けていると思います。スケア・クローもそうだろうな。レクター・アランドール特務少佐、リベルで生徒会長もやってたっつ。加えて結社の面々もいるだろう。謎多き執行者ナンバーゼロ、名手の代理人。让我猜，马西亚斯不会讲话。ブラッティ・シャーリー・アラタマ、オーガルージュもいそうだね。なんか皇太子と一緒っぽいけど。元クロスベル大統領を霊場にして首都第三中根源のマリアベル、天才的な錬金術師みたいだけど、才能以上のヤバい性格みたいね。そして未だそこが見えない執行者ナンバーワン、火炎魔人マクバーン。あの時に揺らめいていた影、あれが真の姿なのかもしれません。そして姿勢の王様にして黒の皇帝長。我忘记你爸也要打一下，我都忘了。黒のアルベリヒもいるはずよ。それらを束ねるは黒の機動車。这个是悠悠点点名吗？每个都要讲一下。同時に生まれ変わった獅子神皇帝ドライケルス・ライゼ・アルノールですか。どう考えても彼らの方が格上、万全の体制で待ち構えていると思う。でもそれはこっちだって同じだよ。始まりから2年半。100年前の幻想要塞、締めくくりにはふさわしい大舞台だ。そんじゃ攻略を始めるとしよう。このクソったれなおとぎ話のケリを俺たちの手でつけてやるためにな。おお、行くぞ新旧7組。